撮影許可の段階から虚偽のこの許可願いを出し、今事務総長の言ったこととね、蓮舫大臣あなたに言ったことは全然違うんですよ。事実が分かればどちらかの首が取りますからね。そのことだけ。平成22年10月14日参議院財政金融委員会、西田議員が蓮舫大臣の雑誌撮影について言及していた。最後にですね、蓮舫大臣の問題にお聞きをしたい。まず事務方にお聞きします。このですね、蓮舫大臣の、この防具という雑誌での写真撮影ですね、この写真撮影許可した経緯について事務方にお聞きをします。お答えいたします。去る8月18日、蓮舫議員事務室長より雑誌のインタビューを受けるにあたり、記事に掲載する写真を撮影するため院内における撮影許可を求めてまいりました。その際、県務部の担当者から私的な宣伝もしくは単に営利を目的とするものについては撮影許可の基準に照らして許可の対象外であるという旨をお伝えして、同議員室の了解をいただいたところでございます。なお申請書の撮影目的欄には議員活動の記録のためと記載されておりました。撮影は翌19日に県務部担当の立ち会いのもとに行われております。その後9月24日に至りまして、当該雑誌の編集部のホームページのブログを確認しましたところ、その内容がファッション誌としての宣伝色の強いものでありましたため、雑誌に掲載される写真も許可基準からあるいは外れるような使われ方になるのではないかという懸念を持ちまして、27日同議員室議員事務室にご連絡し、再度私的な宣伝目的等は許可対象外である旨の注意喚起をさせていただいたところでございます。以上でございます、ね、今ありましたように、まさに一番最初の撮影許可の段階から虚偽のこの許可願いを出し、そしてその後ですよ、事実が分かったから事務局の方からこれはやめていただきたいという注意喚起があったのに、それが無視してこのまま発行されたんですよ。蓮舫大臣、あなたはどのようにこの事実について責任を取っておられるんですか。お答え申し上げます。許可の経緯につきましては、おおむね今事務総長がご答弁した通りでございますが、若干復元をさせていただきますと、参議院憲務部に許可願いを出すときにですね、これまでにも過去国会で国会議員が撮影をしたことがございまして、事務方にはそういう事務手続きのノウハウがあるものでございますから、撮影目的欄に何と書けばいいのかというお尋ねを申し上げました。そしたらそこには過去も同じように議員活動の記録のためと書くように担当者から示唆がございまして、その通りに書かせていただきました。なおその日のうちに、経営部の担当雑誌編集者、私の秘書と一緒に撮影場所について実際見に行きました。でその時に撮影可能な場所の確認を行った時、担当者からこの場所なら大丈夫だと思うと言われたところでございます。ただ国会という場所で撮影したことに関しては、さまざまな誤解あるいはご懸念ご疑念を抱かしてしまって、これまでにも何度も言ってございますけれども、西田議員のご指摘は私は重く受け止めさせていただきます。以上です。今ちょっと重大なちょっと食い違いがありましたね。蓮舫大臣の話によると、これは事務方の方の指導によってそう書いたんだと言ってますよ。どうなってるんですか。私ども知ってはあくまでも議員活動の記録のためというふうな趣旨で、申請があったものと理解しております。当然その通りに、使っていただけるということで理解しております。今事務総長の言ったこととね、蓮舫大臣あなたに言ったことは全然違うんですよ。人のせいにしてるじゃない。事務総長は政治活動としてと言われたから許可したと言ってる。あなたは事務方にそうかけと言われたと、そんなことないと言ってるんですよ。どちらが正しいんですか。ですね、許可願いを出しに行った時に防具の取材であるということと、私の撮影並びに取材の内容も丁寧にご説明をさせていただいて、なお申請書にどのように書いたらいいですかというお尋ねをしました。その時に事務方の方から議員活動の記録のためと書くような示唆をいただきました。それはご助言という形で、私どもがどのように書いたらいいのかと聞いたことに対してご示唆をいただいたので、ご示唆に沿ってお答えをしたわけでございます。これは今で、全然答弁が違うんです。事務総長、事実関係どうなってるんですか。もう一度確認します。お答えいたします。あくまでも
私ども取材の段階では議員活動の取材というふうな趣旨で理解しておりまして、結果として、さっき申し上げましたように基準を外れているということで判断せざるを得ないということでございまして、私どもの当初の理解と違っておったことは確かでございます。これは本当にとんでもない事務方の最高責任者の答弁とですね、大臣の答弁が全然違うんだから、これは本当に責任問題ですよ。事実が分かればどちらかの首が飛びますからね。そのことだけは不言しておきます。そしてもう一つ事務方に聞きます。実は大臣とか副大臣、国政務官についてはですね、規範がありますね。ここに従業についてうんぬんというのがあるんですが、これをちょっと説明していただきたい。お答え申し上げます。平成13年1月に閣議決定されました国務大臣、副大臣及び大臣等大臣政務官規範におきましては、1-2営利企業等の兼職のところで従業についてこのように記載されております。従業については原則としてその業務に従事してはならない。なおやむを得ず従事する場合には、国務大臣にあっては内閣総理大臣の、副大臣等にあってはその上司である国務大臣の許可を要するとされております。以上でございます。まさにね、これからいきますと、蓮舫大臣はもともとタレントと申しましょうか、キャスターと申しましょうか、まさに従業そのものの仕事をされておられた。でその方がああいう商業雑誌の仕事をするということはですね、このことに抵触するんじゃないですか、大臣、総理。私はここはですね、総理大臣のまず許可を取られたのか、それからもう質問時間なくなってしまいましたが、言いますが、この問題は閣内でですね、しっかりこの事実関係も明らかにしてですね、我々国民にしっかり説明していただきたい。この2つを総理大臣からお聞かせいただきたいと思います。大臣規範というものがあって、兼職の禁止があるということは私も承知をいたしております。どういう形で、どういうものが出されるか出されていないか、まだ事務方に確認しておりませんので、どういう形になっているかということはきちんと確認をいたしたいと思います。終わります。ご視聴いただきありがとうございます。高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。